ふう、再開していきます。こうやね、エイブラムんとこやね。右上に洞窟あったけど、そう、うわぁ、イベント始まったこれ。もう来とるんやないかみんな。ジェラールさん。どうしたん？なんでこんなところにいるのよ。それはこちらのセリフでございます。全く驚きました。どうしたん？で、何してんの？エイブラムの逮捕と家宅捜査。え？それじゃあやっぱりエイブラムがディザスティアの核を？いいえ、残念ながらそうではないのですよ。どういうことだい？話がよく見えないわね。それに絡んでの大量破壊活動未遂かなんかで逮捕したんじゃないの？私としてもそれならば万々歳なのですが、しかし実際のところ彼の罪状は違ったところにあります。この際ですのでご説明しましょう。一緒にいらしてください。はい、なんやなん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 よ。ああ、この洞窟ね、ここは確か以前私たちがガイアキャンサーを倒すため中に入ろうとして拒否された。この中に何が？この中でルシファーが飼われていた。何ですって、ルシファー？だからエイブラムは血相を変えて私たちを拒んだのね。でもなぜそんなことが？これはエイブラムが行っていた裏ビジネス。エイブラムを中心とするカオス旧世界は DLG 法遺族会から極論派が分化してできたもの。それゆえに遺族会とは一定のパイプを持っています。時にルシファーとは言わずもがな、主に子供たちがディスピスからルシファー炎症を発症して変異した慣れの果てとなると、中には諦めきれずルシファーでもいいから子供に会いたいという親ができるわけです。そこに目をつけたのがこのエイブラムの裏ビジネス。彼は面会を望む親から多額の金を受け取り、子供をあるルートから不正に入手。あー、なるほどね。なんてこと。神をも恐れんとはまさにこういうことね。あんたが言っていいセリフでもないと思うがな、ミネルヴァさん。で、エイブラムがルシファーを入手したそのあるルートとは、モーガンです。モーガン禁書に使われていたルシファーは当然のことながら奴が金と権力に物を言わせて不正に入手したもの。エイブラムはこのモーガンが持つ入手ルートを借りていたのです。エイブラムはルシファー維持から親から金を受け取り、その一部を自分の懐に入れ、残りをモーガンに支払う。一方でモーガンは指定されたルシファーを入手、エイブラムに納品する。とまあこういうからくりです。モーガンとしても金賞の運用資金の何割かはこのビジネスから引っ張っていたようですね。なるほど。モーガン死してなお政府の名を戒める。竹粒 CMGC 本部の事件の後、こモーガンの身辺を徹底的に調査した結果、このビジネスが浮上。十分な物証が揃うのを待って、今回の逮捕及び強制調査に踏み切った。で、エイブラムはどこ行ったんだい？実行者もディザスティアも程遠い。アウクジエの働くアウキョーナフェテンシ。私たちも初めエイブラムが怪しいと睨んでいたんですが、まさかこういう形で空振りになるとは。一応その件においては一通り聞いたの。ああ、一応は。だがそんなものは聞いたこともない。自分はもちろん部下に指示したような事実もない。嘘なわけないわね。もし本当ならむしろ誇らしげに、誰に聞かれずでも自分から言いふらすでしょうね。してやったり世界は終わる。今さら逮捕しても何の意味もなさない。すなわちエイブラムはホワイトウィングの件にまるでな少しも関与していないということ。ああ、残念だがそれに関して言えば奴はシロだ。どこ行くんだい？じゃあおい、あら、さん、あらあら、フョードルさん、ナンパしてんの？ナンパしてんの？もちろんベーネは許可をもらってるぜ。なるほど。何段が言ってやんちゃそうな顔。やんちゃ？俺がか？そう。なんか少年って感じ。動画じゃなくてさ。少年。ラージの決戦の時ゲオルクを見切ったって聞いたけど納得ね。俺一人じゃ何もできなかったさ。あの人が俺に言葉をくれたから。不愛想だけど静かに俺の背中を押してくれたから。もしかして恋人？仕事上のパートナーさ。少しの間共にラージュ建造に携わった。ただそれだけのな。それきり連絡も取ってないの？随分ドライなのね。そういう人なんだよ。今頃どこで何してるんだか。そうだなぁ。少年か。青二歳とどっちがマシかね。ところでベーネたちはどうしてた？相変わらず？ああ。脳みそが逃げ帰ってやがる。ビーフシチューが作れるくらい。ド本命のエイブラムがスタート来たもんで、それからずっと考え込みっぱなしさ。ロビンの連中も行き詰まった時よくあんな顔してたぜ。そう。頭では分かってるんだよな。
ダメな時はいくら考え込んでもダメだって。でも心の焦りがそれを妥協として許さない。結局無意識に時間を潰す袋小路。人生の無駄遣いとは言わないまでも近いものはあるな。あなたは何か名案とかないの？一応考えているけど、こないだまで向こうの人間だったからな。そうよね。でもまぐれで名案が出た時は役に立ててくれよ。期待してるわ。それじゃあお散歩楽しんでね。ああ。ミネットさん可愛いよ。もう少し右かしら。こんな感じ？シャルとニーナ何やってんの？な、卑猥なことやってんの？卑猥なことやってんの？それ。どういうことなの？何？もう何してんのよ、それも。あ？何？あの三人ってことか。あら、こんなところでどうしたの？見学も兼ねての散歩だよ。これ、写真？そう、この戦いで行ってしまった人たち。右、左がレイク、右がケイン。そして真ん中がユアンさん。こうして見守ってくれれば、結構心強いかなって思ってね。そうか。どうした？こいつ、どこかで見たような。ケインのこと？ロビン秘密工場じゃない？あなたとハイディって人が邪魔に入ったんでしょ？まあ、邪魔したのは本当だけどさ。でもあの時こいつはいなかったぜ。は？う？この時って確か女王反逆の真っ最中。ケインって何してたんだっけあの時。ユアンさんと、ああ、そうそう、護衛に残ってたんだね。ん？でもこの顔、絶対どこかで見たんだよな。なんだと？なんだと？そうかんだな。あれが、まさか、あのペンダント？あのペンダント？だと。そのペンダントの写真、家族。ケインってどれのことだい？夫と息子と娘。リオロキ48年生。通度大体11年ちょっと前か。結構古い写真なんだな。あら、豊島泳ぐないねも嫌味かしら。それ被害妄想ってもんだ。今でも十分に美人だと言っておく。あまり嬉しくないわね。きついな、相変わらず。全然わからんよ。でも家族持ちの裏切り者ってのは正直言って感心しないぜ。その家族を残してきた故郷に対して今自分が何をしているのかわからないわけでもないだろ。そうだよ。ハイディの息子にそっくりなんだ。まあ確かに写真自体は11年前と古かったけどな。感じとかよく似てる。でもさ、ケインの両親ってさ、自殺したんじゃなかったっけか。この雰囲気も、尖ってる感じとかさ。へえ、そうなんだ。現物がないから何とも言えないけど。自分にそっくりな人間が世界に3人はいるってよく言われるけど実際あるものなのね。もしかしてハイディの息子なんじゃないのか。俺の知る限りなんか家族やら金の関係で問題抱えてたみたいだし、借金のせいで生き別れたとか、離婚して旦那に持っていかれたとか、それはないわよ。なんでだ？ケインの両親はもう死んでるの。そうだよな。妹さんがルシファーになってしまって、絶望した両親がマリバンドホープから身投げしたのよ。妹、ルシファー。まあ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 、まあ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 。そいつはまたヘビーな。他人の空にか。それに生き別れの息子だとしても本人死亡のハイディ行方不明じゃ話にならない。まあここに来たご縁だ。ご冥福をお祈り申し上げよう。なるほどね。それじゃあまたな。なんか名案があったらベーネたちに教えてあげてね。ああ、なんとなく繋がってきたな。あら、ランサードさん、どうしたん？おい怖いよ、ランサードさん。どうしたん？何か用かい？さっきの話、本当なのか？さっきの話って？中で話していたことだ。ケインがハイディの息子によく似ていると。ああ、マジでよく似ているぜ。俺の記憶に間違いはない。それでお前、ハイディの家族が写っている写真を見たと言ったな。ああ、一家四人。ハイディと旦那、息子に娘。
だいぶ古いやつだけど、利用歴48年っす。待つ。娘、48年。悪いがこれを見てくれるか。ロケット、写真家、中の肖像画を。ハイディの娘が愛者か。これってあの写真の女の子。ハイディの娘じゃないか。メッセージが書いてあるな。お誕生日おめでとう、愛者。愛者って名前なのか。そうか。でもこれって見るからに愛者へのプレゼントだろ。なんであんたが持ってんだ。もしかしてハイディと知り合いか何かか。おい。あれ？確証こそないがな。なんだ？俺たちはとんでもない思い違いをしているのかもしれない。それこそ大前提からして。黒幕のベール。何としても剥ぎ取らなくては。大前提だと？ケインの両親が死んでいたことの大前提とかかい？いきなりぶっきらぼうなやつだな。つうか、ハイディの旦那さんが、いや、違うな。大前提からして間違っている。何のことだ？まさかまだケインは死んでないか。いや、ケインも微妙に臭いやつだったからな。こんなところにいたのか。外の空気が吸いたくて。外に出るなら髪ぐらい整えておけ。天使である前に女だろ。大した問題じゃないわ。それより何のよ。気分転換の良い話を持ってきた。ダールディンの自殺絶壁マリバンドホープ。そこの絶壁管理局に向かってくれ。何なの？やぶから棒に。黒幕に心当たりが。何ですって。誰なの？ケインの両親だ。なるほど。正確に言うならそのうちの母親は、ハイディ・バーミンガム。レオナとは言ってたけど、でも。レオナとは言ってたけど。なんでそんなことを。それはまたいずれ、しかるべき時、しかるべき場所で放つ。ハイディ・バーミンガムってのは別名なのか、もしくはレオナってのは別名なのか。とにかく今は俺を信じてくれ。俺の中の血が確かに訴えてるんだ。あの日以来ずっと眠り続けていたはずの、そう、魂の鼓動。どういうこっちゃい。わかったわ。ここであなたを疑ったところでどうせ部屋の中で考えているだけだし、少しでも当てがあるのなら、ありがとう。でも、なぜダールティンに？すべては未だ憶測の息を出ない。だから事実を確かめに行く。まずは根本的な問題。ケインの両親が本当にマリバンドホープで身投げして死んだのか否か。そこからだ。ならば絶壁管理局に自殺者データがあるはずね。ミネルヴァが声をかければ一発で出てくるわ。なるほど、強い味方がいて助かるな。すぐに出発だ。さてさてさて。まさかこんな形で全てがあの日に帰るというのか。ならば大いなる運命をへし折ったのはたった一つ、小さく儚く散りゆく思い。運命は今最後の氷塊を迎える。じっと息を潜めていた最後の意志がついに遥か空を目指す。真実と向き合う刻が来た。全てをまとう偽りの手のひらを越えて、拳を越えて、闇の深淵を戸惑う、さまよう。陶器上巻に触れる。そして彼らと共に帰るだろう。あの血塗られた運命がへし折られたあの日に。ロイナル記2812年。人々はその日を何と呼ぶかは知らないが、俺はこう呼んで彼女に捧げよう。ディザスティア、6歳の誕生日。愛者か。エピソード41。ついえし愛の記憶。あの陶器空のもとに生まれて。はあ、行けってかい。ディスニーション。あそこか。オッケー。セーブしよう。セーブしよう、セーブしよう。またイベント見ることになるやもしれん。セーブしようぜ。ポンポポンポンポンポポン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 。セーブ大事に。よーし。オッケー。
パッパカッパッパッパッカパッカッパッパカラッパ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 ラッパッパッパラ。この街の BGM 意外といいよね。ちょっと聞く？いいか。うん、いいか。行こう。すぐ下やね。ここか。おい。ペロペン。わい、生死混在のダールティン。話変わってるかな？つうか、セーブポイントここにあったな。ここでセーブし直すか、一応。右は？屋敷はどうなってるんだよ。まだ封鎖されてんのかい？あれ？立ち入り禁止かい？そうかい？管理局やな。お待たせしました。こちらがご指定の自殺者データです。男性の方はジョシュア・クルスク。女性の方はレオナ・クルスク。やっぱりそうやん。やっぱりそうやん。関係は夫婦で、両名とも7年前の同じ日に絶壁より同心自殺。典型的に奇跡な心中です。一つ聞くが、死んだのが実は別人だったということはないのか。それは絶対にありえません。歯の治療痕跡も含めた身体的特徴、歯では DNA まで、全てが本人のものだと確認されています。したがってこの2名は間違いなくジョシュア・クルスクとレオナ・クルスクです。でもエンデと話していたのはジョシュアとレオナだよな、間違いなく。家族関係。長男ケイン・クルスク。長女アイシャ・クルスク。死亡？ああ、それですね。自殺の動機でもあるんですよ。10年前、ん？自殺？10年前、当時5歳のアイシャが自発性ディスピスからルシファー変異症発症。グラウンドへ廃棄処分。その後、両親は DLG4 遺族会に入会するも気力の充実を得ることができず、重度のうつ状態に陥り、7年前、長男ケインと共にここを訪れた上で、ケインを残して投身自殺をによる心中を行った。これが一連の経緯。はいはいはい。納得していないわね。あの顔は。でもなんでケインの両親が黒幕だなんて突拍子もない発想が。そのうち母親はハイディだと言い切る始末。私も知らないわ。とにかく俺を信じろの一点張り。また部屋にこもる気も起こなかったからこうして来たわ、メイケーケーラド。でも7年前に死んでしまった人間が黒幕になれるはずがない。もちろんハイディとケインも全くの無関係。また部屋にこもり直し。それでも彼は言い張るんでしょうね。俺を信じろと。現に遺体が上がって本人と確認されているのにクールに見えて意外と頑固。挙句の果てにはこういう言うに行くこと書いて、こうとでも言い出しそうよ。その自死体は実は偽物だったんだ。あり得るわね。女同士でこそこそ話すとんな、もう本当に。あ、どうした？どうしたの？死体が偽物？はぁー、つながったつながったー、そういうことか。マルゴバーさんのデータの中にジョシュア・クルスクとレオナ・クルスクあった。死体が偽物ってそういうことか。マルゴのばあさんに作らせて、そういうことか。ぼぼぼぼ、そういうことだな。そういうことだな。はい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 。なるほど。エンビーゲイオス、マルゴモンテリマール。すまんね、でかい声出して。はい、ここだね。勝手に触ったらあかんよ。勝手に触ったらあかんよ、見てるばさ。なんで触った？なんで触った？気をつけるわ。そういうことだったのね。ランサード、あなたは正しかった。ケインの両親は死んでいない。ちょっと、ミネルヴァまで。お願い。今すぐエンビーに向かって。エンビー？そう、エンビーケイオスのマルゴ教務堂に。私の記憶が正しければそこにまだ答えが残されているはず。
随分深い伏線ですな、これ。大変ですね。エイブラムの剣まで掛け持ちですか。デイジー様ももう少し人使いをお考えになった方が良いのでは。仕方ないさ。上反逆のにラージの決戦と大事が続いたんだ。後始末で圧倒的に人手が足りない。まして私は内政部幹部。ここでこそ力を発揮してみんなを引率、牽引しなくては。少し不謹慎ですが、平で良かったと思っています。その意見には賛成だ。今回ばかりは君たちが少し羨ましい。お休みになられては。君は、自分は大丈夫です。なら私も大丈夫だ。しかし、それより状況は。今はプロテクトの突破プログラムを走らせているところです。もうそろそろ結果が出る頃合いかと。お!ちょうどいいじゃないかい。どうだ?目的地に着きました。置いてあるファイルはただ一つ。特大サイズのダイアリードキュメント。我がマナ娘の記録。気持ち悪いな、本当に。ベーネの観察記録。おそらく。開けそうか?やってみます。どうよどうよ。やはりファイル自体にもプロテクトがかかっていますね。開くにはパスワードが必要です。そんなん片っ端から調べたらいくんとちゃうの?解析はできそうか?一応やってみます。わかった。私は成功法でいこう。成功法?応援様からのアドバイスなんだがな。どうもあの男、こういうケースでは得てして人に謎かけをして北総 M という嫌味なタイプらしい。すなわちこの部屋のどこかにパスワードを示す何かが存在する可能性が高い。なるほど。稀にそういう話は聞きますね。だったらこれ、何かヒントになりませんか?なんだい?パスワードの入力画面に意味深なメッセージが出てるんですよ。ちょっと見せてくれ。なんだい?なんだいなんだい?なんだ?これは。ちょっと見せてみーや。見せてみーや。娘は悪い親友を得たようだ。はぁ?娘は悪い親友を得たようだ。娘は悪い親友を得たようだ。今の言葉は思い出いた方が良さそうではあるが。まあとりあえず NB ケイオスに向かおうか。ファンファファン。ファン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 。NB ケイオスってどこだっけ?ここだっけか。ここっぺーな。着陸。ファファファン。来たー、陥落特使エンビー。おい、俺はビップやぞ。そろそろ入れてもらってもエンドちゃうか?はい、ダメなんだね。ダメなんですね。ペロペロン、ペンペンペン。ペン、バガンバン。ふぅー、で、どうするんだい。しかしなぁ、三人いただろ。三人いたよな。レオナとジョシュアと、三人いただろ。もう一人、少年のような声がした。あれはまさかケインのことなのか。ケインのことなのか?わからんなぁ。プラボ、ポッポッポー、ポロポッ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 ポーい、おいー。おい、マルコばあさんよーい。はあ、ばあさん、どうした?なんだい突然、随分と息巻いてるようだけど。素体制作リストってまだ残ってる?それは大切なデータだからね。ちょっと見せて!こら、勝手に入るんじゃないよ!ちょっと見いじゃないかよ、見せてくれや。どうだい?まったく何を慌てているのさ。人の屋さんに押しかけてきては勝手に上がり込んだ挙句端末までいじり寄ると。まあ、そう言わないでよ。天がごめんってことで何を嗅ぎ回ってる。世界の存亡に関わる重要事項かな。相変わらず飽きのこない毎日みたいだね。羨ましいことだよ。何?隣の芝生は青いもんだよ。動き回れるうちが花ってことだ。精一杯やりな。ああ、そうする。どう?ミネルバちゃん。ご希望のメニューは見つかった?今、ちょうど今。この中に。確か二人の名前が。あったあった。覚えてる。あったよ。コロナ。ジョシュア・クルスク。やっぱり。するとレオナも。
リア・バントーズ、レオナ・クルスク、あったおばあさん、以前ここで夫婦の依頼は来なかった？クルスク夫婦、ジョシュアとレオナ。ああ覚えているよ。もうずいぶん前のことだけど、夫婦での依頼なんて珍妙なので、後にも先にもそれっきりだからね。やっぱり来たのね。何か気になることがとは言ってなかった？さあ、一目一言目に素材を作ってくれと。随分な金を積んだ後はだんまりさ。使い道とか聞かなかったの？いらんことを聞かないのがここのルールだよ。それに私はプロだからね。裏にどんな事情があれ、それには口出しせず、これをやり込んできた仕事をこなすだけ。プロの仕事ってのはそういうもんじゃないかい？否定はしないけれど、ご希望に沿えなかったみたいだね。ごめんよ。そんな、私こそ押しかけちゃってごめんなさい。いいさ、慣れたもんだ。慣れたもん？若い頃のキャサリンもね、義足だってのにずかずかと部屋に押しかけてきた。血は脈々と受け継がれている。頑張るんだよ、女王様。ええ、あんたたちもだよ、しっかりやりな。分かってるよ。ああ、それと後でニクソンに来てほしいと言っといてくれるかい？ちょっと渡したい物があってね。おや、ニクソンちゃん、なんだい？さあ早く行きな。こんなところに長居するもんじゃないよ。ほう、ニクソン、ニクソン、あれホクシーの部屋やん。偽装投身自殺、そうよ。7年前、ジョシュアとレオナはこの町を訪れ、おのおの自分の素体を作ってマルゴに作ってもらい、それをマリバンドホープから投げ捨てたのよ。マルゴのビジネスからもわかるように、素体は魂を伴わない。それ自体としては死体と同じに認識される。だから管理局の遺体処理の担当は当然のごとく、いつもの遺体として処理する。まさかそれがもともと生命を持っていない素体であったことなどは夢にも思わずに。とはいえ、所詮は状況から鑑みたもの、推論の域を出ないんだけれどね。でも丸ごとの素体作成は基本的にここの資本愛好者向け、喫水の裏ビジネスだ。そんなものにフールス揃って依頼入れるなんぜまともじゃないほどにもある。素体の使い道を考えても浮かんでくるのは真っ当でない使い道。きっとばあさんだって依頼の段階ですでにその程度のことは考えていたはず。単に口出ししなかっただけでね。もはや黒におよそ近い灰色か。偽装投身自殺となれば、目的は言い訳までもなく、自分という存在を社外から消し去ること、そしてその上で全くの別人として生きること。例えばハイディ・バーミンガムとか。ただ問題はその必要性ね。エンデにとって変わるだけなら、別人に変わる必要は一切ないはず。ならばなぜ二人はそんな面倒な手順を踏んでまで別人になりすましたのかしら。エンデにとって変わるだけでは足りなかった。じゃああれか、別人になりすまさなくてはできないようなことを他にも画策してたってことだね。そうとしか思えない。ハイディ・バーミンガムは偽名なのか、わからないわ。実行者になるだけでは飽き足らず、まだ他に何か企んでるというの。そのケインの両親は、謎が謎を呼ぶ展開やなこれ。とりあえず正体の方から探るべきね。一応レオナイコールハイディだと仮定して残ったもう片方、ジョシュアの正体よ。カーチス・ハミルトンではないのかな。城の総合データベースが多分役に立つわ。ディザスティア絡みで揺れ動く時勢が実勢、政府関係機関のデータが天下画面で見られるはず。でもなんで政府関係機関なの？レオナがハイディというエンジニア、それもロビンのラージプロジェクト第一主任なんて結構な社会的立場にいた以上、ジョシュアもまたそれなりの社会的立場、例えば政府関係者通りなりすましているかもしれない。カージスちゃうか。絶壁管理局からのジョシュアのデータを取り寄せて、城のデータベースと足柄照合してみせるわ。それで引っかかったら儲けもんだね。それじゃあ早速城へ。待ってくれ、どうしたい？そのデータベースというのは他にも様々な情報が見られるのか？総合データベースだから、さすがに民間まではカバーしかねるとして、政府関係の情報ならば全て。トップシークレットの内容でもか？ええ、もちろん。私は女王だし、観覧の際にはデイジーも立ち会うから。そうか、何か見たい情報でも。ディザスティアの情報。ディザスティア、全てのイーブルには元となったテラパーソンがいるのだろう。たとえそれがディザスティアでも。ディザスティア、原体、愛者か。確かに言われてみればその通り。ルシファーだがイーブルだが現れてもう20年、人々の命を召しているはずのルシファー廃棄過程も今では完全なルーチンワーク。
全ては当たり前すぎた。ルシファー原体に改まった視線を向ける奴は少ない。ランサード、そういうからには心当たりが。該当者として一人の少女が上がるだろう。アイシャ・クルスクだ。なるほどね。あんた、冗談抜きで何者なの？そうだよな、ランサードは一体なんで？そこまで知ってるんだい。黙って俺について来いか。最近の受けは良くないね。まあいいわ。これ以上何を言ってもロンより証拠。城に行って一通り調べてみましょう。せやな。その前にニクソンさんをマルゴのばあさんのところに連れて行かんとか。待ってよ。マルガンのばあさんのところに行ってきます。来たよ、おばさん。来たよ、おばあさん。ニクソンですよ。おえーす。なんだよ、渡したいものっつうの。これはエレメント環合型光学兵器、ヘブンズ・ア・ホーイック。なんだと。数年前かね。ハロウィンでもないのに、政府軍の奴が反政府ゲリラの仮装をして訪ねてき、光学兵器開発の商談を持ちかけた。トリックオアトリート。仕方もないし暇だったからお菓子をくれてやった。それはいくとかの狂気とバージョンアップを経た最終形の試作品だよ。大したことはしてないさ。誇りを落としてグリースさして、あとは軽く最小製造動作確認。あの事件から今までの短期間でも余裕でこなせる作業だよ。どういうおつもりで？そんなの私にもわかんないね。飢えたものは食える餅よ。それがここの流儀。腐れた運命とドンパチやらかすあんたにはこれぐらいの獲物が必要だ。持っていきな。意味を。ヘブンザ・ホーイック。その意味を教えていただけますか？ババアの口からそんな言葉を言わせるなんて復讐のつもりかい。とんでもない。あなたの気持ちが知りたいのです。ヘブン・ザ・ホーイック。なんとなくで付けた名前なんだがね。まあ。天使は今も見守っている。だがね、これには続きがあるんだよ。なんだい、何だっちゅうの。そして私は地獄に落ちる。おい、マルゴのばあさんよ。ふぇい、技か、武器か。技っぺえ。ヘブン・ザ・ホーイック。フェジ君が秘密裏に発注した光学兵器のプロトタイプで全体を攻撃する。はーん、光で全体か。ちょっと使ってみてもいいかもしれんね。にしても装備が貧弱すぎるぜ。中央をつけて612。攻撃力がいかんせん低すぎるなぁ。いかんせん低いなぁ。まあ、ちょっくら一発使ってみたいところではあるね。ちょっと外に出て一発試してみるか。せやなぁ。うーし、ちょっと敵さん出ておいで。敵さん出ておいでよ。出てこいよ、これ。おーし。多分あいつやろうな。で、うわー、なんか見たことね。見たことはあるけど、想像、予想してたのと違ったわ。えいやー。ショックウェーブ DJ。ドーン。ドーン。オーバー。ダメゼロやった。これじゃ弱点何？光は普通に耐性があるけど、まあどれぐらいやれるのか見てみようじゃないか。ヘブン・ザ・ホーイック。おーほうんー、おー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 、かなり強いぞ。んー、かなり優秀だね。はい、そうかい。生涯
秀だけどボス戦では結局使えないしなーってところだね。まあいい。とりあえず天使王と見ている場に向かおうか。ディスネーション、ディスネーション、オッケー、あそこね。ゴー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 。ポン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 、はい、来た。おいっす、おいっす。テレポン、ペンセーブしよう。セーブ大事に、セーブ大事にしていきたいです。まだ清掃員のバイトまだいるんだな。裏口あんの？まだない。入れなかった。行こうじゃねえかい。お城の中って初めて入るんじゃない？でもどうなん、中の探索はさせてくれへんのか。おい、来たぞ、帰ってきたぞ。これはミネルヴァ様、何やらお急ぎのようでどうなさいました？お願い、今すぐデイジーに会わせて。しかし今デイジー様は大変にご多忙でして、たとえミネルヴァ様でもたやすくは実行者の正体がつかめそうなの。承知しました、直ちに手配します。うん、ああああ、ごめんなさい、予定は全部キャンセルなんでしょう。構いませんよ。それよりも本当なのですか、彼らの正体をつかみつつあるというのは。有力な推論が上がっているわ。あとは裏付け、トップシークレットまで含めてデータベースを調査したいんだけど。わかりました、立ち会いましょう。うん、これからデイジーとデータを調べてくるわ。ここで待ってて。でも膨大なデータ量でしょ、時間かかるかしら。それならばいつぞやも申し上げた通り、客人を長々待たせる我々ではございません。すぐに戻りますが、とりあえず応接間を手配しておきましょう。ありがとうありがとうありがとう。あれ、終わったの？早っ、20分弱よ。言った通りでしょう、紅茶が飲みきれなかったわ。ベーネが優雅に紅茶を飲んでる姿を想像するのもなんか笑けてくるけどな。早すぎるのもいささか考えものですね。さあ結果を聞かせてくれ。わかりました。まずディザスティアの件をお話ししましょう。10年前グラウンドに破棄され、その後2体のガイアキャンサー、エメラルダとエスメラルダとユスティーネが結合しガイアキャンサーイブル、キャンサーイブレと変異。グランドに一大災害を引き起こした史上最悪のルシファ、通称イーブルディザスティア。その検体を調べたところ、一人のセラバーション・ジョージーが愛者クルスク、やはりか。彼女が地圧性ディスピスからルシファ変身に至ったのは5歳の時。その後ルシファーとしてグランドに廃棄された彼女はディザスティアとして約半年間、そこで猛威を振るった。そしてなんていう偶然か。彼女がパーソンによって打ち倒された日は、愛者の6歳の誕生日だった。なぜ、それを。わかるさ。過去と現在が交差する場所に浮かぶたった一つの絶望。絶望なのだからな。ランサーとは一体どういうことなんだ？もう一件、ジョシュア・クルスクに関してですか。絶壁管理局に保管されていた彼女ので、彼のデータと、制服関係機関の全職員プロファイルを照合した結果、彼と同一と思われる人物が浮上しました。カーチス・ハミルトンか、やっぱり。うん、なるほどな。彼がジョシュアだったというの。 DNA データが完全に一致しました。間違いなくカーチス・ハミルトンとはジョシュア・クルスクが成りすましていた人物です。しかも彼は先の CMGG 本部の事件で死亡ではなく行方不明となっています。彼は生きていたんだわ。あの事件がエネルギープラントの爆破で幕を閉じると知っていたから。そうなれば死亡も同然と行方不明として自分の存在を始末できるから。彼は私たちにここに残ると告げた上で、密かに施設から脱出、そして同じく行方不明のハイディと合流して、エンデと共にホワイトイングラボラトリーを襲撃、ディザスティアの過去を奪うと同時に、その場でエンデをも打ち負かした。これで謎が解けたわね。ディザスティア、すなわちアイシャクルスクの両親、ジョシュアとレオナ、この二人こそがディザスティアの核を奪い去り、エンデーを倒して新たな実行者となった真の黒幕だとすると、動機はやはりアイシャ。そう考えて間違いないでしょう。現実に DLG 法遺族会なるものが存在するように、ルシファーの遺族は心に深い傷を負い、時にはカオス救世論のように
ロブゼガンから世界の終末までも待望するようになります。二人はまさのその突出、それも先日逮捕されたエイブラムのように大元総軍を持って破滅への憧れを解いただけの有限不実行の人ではなく、何も言わずに行動だけを起こした最も始末の悪い無限実行の人、もはや終末を座り棒するのではなく、自らの手によって終末をもたらそうと考えているのでしょう。そして何よりジダスティアは自分の娘、ジダスティアの核を奪うことで、あるいは娘との儚き再会を果たしたのでしょう。ねえランサード、そろそろ話してくれないかしら。そうだよランサードさん、話してくれよ。もともと何の情報もないところに突然あなたがやってきて、ケインの両親が車かだなんて言い出した。そして調べを進め、すべてがあなたの見通しのままに運んでいった。パズルのピースが組まれ浮かび上がった彼らの肖像、まるで予定調は初めから結果を知っていたような。なぜ、あなた何者なの。ちょっと、ジザスティアの丘だ。え、ジザスティアの丘、そこで全てを語ろう。あるいは何、彼らも聞きに来るかもしれない。過去と現在が交差する運命の歪みだ。なんだと。ごめんなさい、彼ぶっきらぼうで。別に構いませんよ。それよりもベーネ、この際ですのであなたに尋ねたいことがあります。アンジャイ、親友はいますか。ああ、あのパスワードか。なぜそんなことを。少し気になったからです。ドリスか、ドリスかフリッツか。親友いたとしても昔の話よ。エル・オーファ、そのあたりか。エル・オーファ・ドリス、そのあたりか。どうしたのフォクシー、どうしたい、どうしたいよ。ねえってば。ん、どうしたの、なんか考え事かい。何難しい顔してるの。ちょっと気になることがあってね。ジョシュアとレオナ、それともカーチェスとハイリー。うん、あの、でも状況から判断すればあの二人が黒幕としか考えられないわ。ああ、それは納得している。なんだい。他に何か？ちょっと、ね。なんだい。カーチェスイコールジョシュア。カーチェスはケインの親父だった。その親父が、負けても相手を道連れにできる兵器、それがカーチスのコンセプトだったのさ。そうだな。どうやら罠にかかったようだな。さすがはエンデの発案だ。なんだと、道理で悪趣味なわけだぜ。なんであのドアは開いてたんだ。締め切っちまえば簡単に全滅。ああ、でもそれだと目当てのベーネたちまで死んで全て台無しか。でも何か引っかかる。まるで外に出てくださいと言わんばかりに。見事なまでの瓦礫の山さ。ケインはまだ生きてるってことか、これ。やめてくれよ、そんな冗談。それにしても気がついたら大変なことに巻き込まれていたわね。そうだな、あんたたちもな。形の上ではな。しかしある程度は運命じみたもの。行くつくべきして行き着いた感もないことはない。特に俺の場合は。愛者の両親。娘の死に絶望するあまり、その脇柄たるジザスティアの核までも。同情しているのか、わからない。絶望する気持ちはわかるけど、この行いは少々不義が過ぎるかも。人の親とはそういうものですよ。我が子を強く思うがゆえに、どこまでも強く、そしてどこまでも愚かになれる。大変に始末に悪い人種、始末の悪い人種です。あら、誰だ？ドリスの母親。ドリス？どうしたの？そんな突然。ママ、ママ、お母さんということですか。ママがいたの。
まさか。発端してこようぜ、とりあえず。ドリス。ニクソン・トランサードさん、いい位置に。あなたがドリスの元母親なのね。何あんた。一応だけれどドリスの保護者よ。保護者？アカデミーはどうしたの？休学中よ。何か不満でも。悪いけれど、今更ドリスの人生に口を挟むなど、とんだ筋違いよ。もはやあなたとドリス等の間には何の縁のゆかりもないはず。そう。薄れ切った血のつながりを除いては。別に不満があるわけじゃないわ。筋違いなのもわかっている。ただ、ちょっと待って。ドリス、悪いけれど少しの間向こうに行ってて。私はこの人と二人だけの話がある。長話。大丈夫。すぐに終わるわ。わかった。待ってる。続きをどうぞ。別に今更ドリスが休学していようがしていまいがそんなことを口に挟むつもりはないわ。ただそれよりも私はあんたが理解できないのよ。よく面倒見る気になったとなと思って。なんですって。言っとくけれど知恵遅れの子供の面倒を見るのは甘くないわよ。私こそわからないわね。この子の愛らしさと愛おしさと育ての苦労等を天秤にかけることができるその心が。誰だって最初はそう言うわ。可愛さに心を満たされて苦労は厭わない。でもね、そんなの最初のうちだけなのよ。上っ面の可愛さなんて慣れとともに薄れていく。引き換えに可愛げのない現実が徐々に顔を出す。よその子と比べてあからさまに奇怪な仕草や話し方。街を連れて歩けば当然周りの人間がジロジロ見る。内緒話、薄ら笑い、好奇と軽蔑の眼差し。中にはお仏を見るようにさえする人さえいる。それで子供に嫌気を感じるというの。バカバカし。そんな不祥者の言葉に左右されるなんて。あんたその格好するとグラウンドの天輪の文句ね。確かにあんたたちは魂の霊場だとか言って日々鍛錬を重ねていると聞くわ。グラウンドのこと知ってるんだ。だからあんたにとってはそんな声をただのザレ言だと思えるんでしょうね。私は違うのよ。世界に腐るほどいる一階の小心。日がな隣近所の主婦と話しては自慢と腹の探り合いを繰り返す。他よりも良いブラウンドの服を着きたい。他よりも高い収入の旦那を持ちたい。他よりも出来の良い子供を持ちたい。多くの女はそういう浅ましい生き物なのよ。それでドリスをアカデミーにやったというの。そうよ。私は母よりも女を選んだ。白痴ね。自分で子供を産んでおきながらその母を放棄するなんて。それは違うわ。誰が初めからそんなつもりで子供。私だってドリスが知恵送りに流らなければずっと母でいるつもりだった。うまくいかないからと言って捨てた。子供の言い訳ね。それが俗物の現実よ。子供なんてのはうまくいけば最高の幸せを送り届け、逆に見すればどこまでも不幸や迷惑を送りつける。結局はギャンブルなのよ、子作りなんて。独り立ちするまで多大な養育費は果たして有意義な投資、それとも単なる被害総額。損得で考え、なんだかなあ。まあ実際に障害者の子供を持ったことがあるわけではないからわからないけれど、子供なんてのは本当に目に入れても痛くないぐらい可愛いもんだと思うけどな。生まれてくるのは天使、それとも厄介者。私は後者だった。だから厄介払いした。何か文句ある？もう結構聞く価値もない。意外ね。もっと激高するかと思っていたのに。怒りを通り越すとはまさにこのこと。今感じているとはあなたへの哀れみ。哀れみ。もういいわ。やりたいように勝手にやれば。その代わり一つだけ。金輪際子供なんか作らないで。生まれてくる子供が迷惑するから。言われなくても。もうこりごりよ。この後のご予定は？買い物は済んだわ。一休みしたら帰ろうとしてたんだけど、ドリスに呼び止められて。せっかく目当ての服を買えたのに気分が台無し。金持ちなのね。王都の一等地で。会社役員の不倫相手よ。奥さん、こいつ。あの金は随分前に使い切った。相当大金だったんじゃないのか？そう。さっさと消えて。言われなくても。待って、まだ何か？これだけ聞かせてくれるかしら？
後悔したこと？つまらないジョークね。なんだと？無論彼女の言葉をドリスに聞かせることなどできるわけがない。彼女に対して怒りがこみ上げてくるのだって紛れもない事実だ。しかしながらそれを上回ってその事実が私の中を静かに覆い尽くす。彼女が哀れな存在だという事実、小市民と生きるにはいささか存在だが、しかし無抵抗に俗世の価値観をに振り回されている。魂を曇らせて魂で感じることを捨て、自称の表層に規定されるあらかじめ準備されたしがらみに無抵抗に従わされて、だがその流浪の果てにどこに、そしてどこで何を得る。見栄と体制でどれほど着飾ろうとも、それは裸の内側を少しも潤さないというのに。人の生涯でそれは必ず訪れる。身ぐるみ剥がされて裸の体の美しさを問われるとき、彼女の体は彼女に何を教えるだろうか。しかし彼女の語った現実も私は否定するつもりがない。それは紛れもなく真実で、噛みすぎやろ。いくらなんでも噛みすぎやろ。実在し、ドリスがこの現実に生きていく以上それらは不可避なのだ。ならば私は裸のままドリスを抱きしめよう。そして何もまとわずこの身を誇りに生きる。そんな二人になりたい。全く凄まじいもので。ああ、全くだ。声色が怒ってますよ。一言ぐらい言ってやればよかったのだよ。ヤンシーだって柄にもなくドライな態度でしたし。物を言って聞かせるのは苦手だ。それに言うだけがノーでもないだろう。確かに、そういうこともありますね。味噌汁も折り返すと島のメスが失った時を取り戻そうと、今更に不相応な衣服に身を包む。誰もの求めていない自己主張の面の皮に塗り、体に吹きつけて止める気にもなれん。母よりも道家を選んだ浅ましい女など。まあ分からんでもないけどな。いずれ彼女は絶望しうたろう。そして多くの割合のことがすでに取り戻せないものだと気づくだろう。しかしそれでもドリスのための投げのは流れはしない。あくまで放送絶望ならば、これ以上彼女に気を回すことは人生の無駄遣いだと言えるはず。ヤンシーが珍しく冷静に徹したのもそれを分かってのことだろう。しかしながら何か引っかかることでも、奴の行いは見下げはげた代物だが、いわば宿命的な女の性が幾分かはあっていたのかもとも思う。あいにくと俺はその方面には疎くてな。妻子持ちのお前はこの疑問に対してどう答える。それはまたシビアなご質問ですね。ってことはランサーだ独身なのか。別れた経緯をご存知なのでしょう。私は女心をつかみ損じた側の人間ですよ。まあ以前の生活の経験則からして確かにそう言えなくもないですが、しかし彼女を擁護する気に性に擁護するつもりはありません。責任と覚悟が圧倒的に足りない。まあ世の中そういうな成人みたいな人ばかりではないからな。だがそれは第三者の同じ境遇に立たされてその身を晒して、果たして同じことを言えるか否か。そうだよな。まああの母親の境遇はなってみなければわからないものはあるからな。信じたいとは思います。たとえミリーがどうなろうあろうと、メリールーの愛情は血生臭いハントに明け暮れた私が初めて安住の意義を感じた人なんですから。母親か。世界に多様性を認めたとしてもこの差は一体どうしたものか。ある母はまさに私利私欲のもとに母親を放棄し、障害を持った娘を厄介払いした。またある母は娘の不遇に嘆き悲しむあまり、その異形の亡骸を抱き世界に終末をもたらさんとする。母は偉大なりということですか。とても真似できん大いなる技だ。ところで何でしょうか。メリルに安住の意義を感じたと言ったな。ええ、言いましたね。その割には安住せずに家業に飽きくれ愛想を尽かされたようだが、私はアウトドア、メリルはインドアだったようです。子供だったということか。そうとも言えますね。同じ年頃の男と女では、得てして男の方が先進的に子供のようですし
子供の男、大人の女か。ならあいつの顔はお前にはどう見える？母親の顔をしているとそう言いたいのですか？そうじゃない。俺がその面に疎いから聞いているんだ。その点お前は人の父なのだろう？そうですね。いきなり聞かれてもあれなのですが、良い顔をしていると思いますよ。母の顔そのものではありませんが、母になろうという強さを感じる顔です。ヤンシーのことか。油断しているとまた私たちの方が子供になってしまいそうですね。そうだな。俺も早く足を踏み出さなくては。ヤンシーとドリスはいいパートナーになれそうだ。いい親子になれそうだ。私のことで長話。ママ言ってたんだよね、私のこと邪魔だって。そんなこといいの、嘘なんかつかなくても。だってママが私を見てたから。全然目が変わってない。ねえドリス、ドリスはそれでもあの人のことを母親だと思うの？私たちは今ガイアキャンサーと戦っているわ。星のガン、潰さなければ星が死んでしまう。あの人も同じだと思う。おそらくは切り捨てないとあなたはどこまでも病んでいく。あなたが望むのなら、私はあなたの母親にもなる。だから。よし。君のお母さんがこの前オートに来ていたらしい。人気のブランドの最新モデルを服に身を包んでな。ドリス、君は優しすぎる。不幸にも人、それが人を腐らせ、引き換えに君自身も壊している。だから私は君の無限の才能によらずとも君を放ってはおけないのだよ。ドリスは帰りたい場所はある。失ってしまった代わりの新しいお家にしたい場所はある。大丈夫。あんな人私のママじゃない。お姉ちゃん。ええ、ドリス、一緒に頑張ろうね。うん、頑張ろうね。ドリスはほんとええ子やで。おい、次どこ行くんだっけか。ディザスティアの丘か。今回はこの辺で切ろうかい。せやな。ペッポ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 ッ、おい、セーブ。おい、ちゅうところで今回のパートは切りたいと思います。うん切りたいと思います。次のパートでお会いしましょう。またね。